高橋ルミ子は、日本の女性漫画家。有限会社ルーミックプロダクション代表取締役。新潟県新潟市出身。血液型 A 型。1978年、勝手な奴らでデビュー。代表作に、うるせえ奴ら、メゾ、ん一国、ランマイチ、に、犬や舎、教会の輪廻など。特に、ラブコメディを得意としており。 そのキャラクター造形は萌えの原型の一つとも言われている。少年漫画の分野における女性漫画家の草分け的存在で、代表作はいずれも t v アニメ化されヒットを記録、長期シリーズ化され、単行本の世界累計発行部数は1995年に1億部、2017年には2億部を突破した。その独特の世界観はしばしばルーミックアールドと称され、 作品集のタイトルにも用いられている。新潟市中央区小町で産婦人科医院を開業していた高橋家の末っ子として生まれる。父、高橋光雄は新潟県の医学者で俳人の中田水穂、医学者で俳人の高野素重に俳句を学んだ高橋宇次の配合を持つ俳人であり、河童を題材にした水墨画を好んで描く画家でもあった。医院の創設者である祖,祖父、 高橋達五郎は明治時代に大阪の産婦人会小形正清の下で研修し、帰郷後は新潟県の近代産馬教育に貢献している。幼少期から兄の持ち物であった少年漫画を愛読し、中学の頃から週刊少年サンデー、月刊漫画画ロなどに作品の投稿を始める。高校在学中、同級生であった近藤陽子と共に、 漫画研究会を設立、同級生にはアニメーターの後藤雅子もいた。またこの頃から筒井康隆を愛読するようになり、影響を受けてスラップスティックな SF 作品を描いていた。2年生の時に40枚ほどの作品を週刊少年マガジンに投稿するも落選。一時は漫画家になるのを諦めたという。高校卒業後はダメな子供だから。 親元にいたらダメになる一方だという父の考えで独立し上京。大学では同人作家としても活動し、目白花子と漫画研究会を設立。開始、ビビッと上などで作品を発表していた。その一方で、大学一年生の終わり頃から劇画村塾に入学し、小池和夫に指示、小池にお前はプロになれると声をかけられすぐに、 特別研修生となる。在学中の1978年、投稿作、勝手な奴らで、第2回小学館新人コミック、対象少年部門家作を受賞。少年誌で SF 的な作品を描こうとして編集者に何度も、制止された経験を持つ東秀夫は、当時この作品を読み、漫画が帰ってきたと感動し、週刊少年サンデーの掲載後を3冊も買ったと言う。 この時期、同年から SF コメディー、うるせえ奴らの連載を開始。約1年半の不定期連載の後、大学卒業を機に、同人作家から本格的に漫画家に転身することとなり、1980年春から同作品の週刊連載を開始。同年秋から並行して、青年誌にてメゾに一国を連載開始。1987年まで、 二つの連載をこなした。1987年冬に、うるせえ奴ら、春に、メゾ日国の両作品が相次いで終了し、同年夏から格闘技を題材にしたコメディ、乱イチにの連載を開始、この作品は子供が読んでも楽しい漫画を、とより定年齢層を意識して描かれ、ギャグ要素が初期のうるせえ奴ら並みに強い作品となった。 1996年冬に同作品を終了、同年秋から犬夜舎の連載を開始。かねてから興味のあった電気物の本格連載で、この作品ではギャグ要素を減らしたシリアスな路線を取った。2008年夏に同作品を連載終了、翌2009年春から連載を開始した、教会の輪廻ではバトル要素を残しつつ、原点であるギャグ要素や、 コメディ色を強めに戻したハートフルな作風が描かれている。2017年冬に同作品の連載を終了した。2019年春からは魔王の連載を開始している。自身を未だに12秒というほどオタクショウで中学、高校とずっと漫画を描き続けてきた。友達や同級生にもプロの漫画家もたくさんいる。そうした環境で少女漫画よりは 少年漫画をずっと読んできた。サンデーの当時の編集長は、高橋のことをすごいのが来た、天才だと評し、デビュー。大学の漫画研究会出身で、初の連載で、ヒットという、極めて稀な例であった。影響を受けた漫画家として、赤塚先生や藤子先生に影響を受けて、漫画を始めたと述べ、憧れとして、千葉哲也や長い号。 池上良一を挙げた。本人曰く、実は池上良一先生に会うために漫画家になったと言っても過言ではないんです。2018年現在は小学館新人コミック大賞の審査員も務めている。作詞家の岩里幸穂は高校時代の同級生。インターネットなどに疎いと自負しており、長らく SNS も活用していなかったが、 2021年6月に担当編集者の手を借りてツイッターに公式アカウントを開設した。自身のツイッターで向けられた質問への回答をしている。その中の一つに漫画家に向いている人の特徴の質問を受けた際に、一つは体が強い人です。まあまあで大丈夫ですよ。二つ目は一つのアイデアに固執しない人ですと語った。誕生、ルーミックワールドはもとは うるせえ奴らにつけられたキャッチコピーであり、メゾン一国を共に立ち上げた二人目の担当編集者が考えたことがきっかけで生み出された。そのため、それ以前は爆笑モンスターギャグというキャッチコピーだった。これをきっかけに作品集のタイトル及び世界観を総括した言葉としても用いられるようになった。技法ギャグやコメディ作品で見られる中指と薬指を 曲げたポーズが主流。これは、ドタバタシーンでぶん殴られて吹っ飛ばされた時など、痛そうに見えないように、余裕を見せるということで用いられている。一般的に、ルーミックポーズもしくは、ルーミックサインと呼ばれる。は、単行本未収録作品。週刊少年サンデー総刊50周年記念として、高橋留美子展一 A。 ルーミックワールドが2008年7月から2010年3月まで全国各地で開催された。会場では主に、うるせえやつら、メゾ、ん一国、ランマイチに、犬や舎を中心としたカラーイラスト原画や、足立ち青山豪商など有名作家34人が、うるせえやつらのラムを描いた、マイラム等が展示された。また、これに伴い、うるせやつら、ランマイチ、 に、犬や舎3作品のオリジナル短編アニメーションが新規制作され会場内で上映された。この3作品のアニメは DVD It's A ルーミックワールドスペシャルアニメボックスに収録されている。さらに、同年10月20日に、これら3作品が単館ブルーレイ、DVD で発売された。アシスタントは山本隆二を除いて全て女性である。 ありがとうございます。